第一声間違ったわ。たってなんだ。あ、違う。いや、もうコントローラーがいかれてきてんだよ。え、なんだ、スタートの、ちょっと待ってくれ。あー、押してない、何も。あー、もう、待ってくれ。で、ドーンって、これデータ消えたりしないだろうな。第一声は間違うし、コントローラーうまく刺さってないし。いや、メガドライブのコントローラーってもう買う気にならんぞ、俺は。いや、さすがにね、やっぱ実機でプレイしてるので、劣化、おいー、なんすかこれ。ちょっと、やめよう。ストップ。ちょっと、壊れんだよ。ストップ。大丈夫。どう。今、コントローラー抜いた。そして今、ニコンの方のコントローラーを、一コンに刺します。失礼。あのね、どっち断平を、バグってるし。あ、完全切れて、おいドッジ断平を、プレイするにあたって、ドッジ断平のアニメをね、もう一度見てきたわ。あ、引っ張っちゃった。やばい。本当にやばいんじゃないか、これ。ここまでノーカットでお知らせ。ノーカットでお送りしてるわ。大丈夫かな?すごいグダグダしましたが、倒せ東急の強豪たち。やっていきましょう。次からですね。第4戦、大自然との戦い。大自然。よく来たな、ダンペ。この大地で鍛えた俺たちを見せてやる。お前なんか文法おかしくないか。玉川翔、一撃ダンペ、小仏陳年、日浦隆、風見勝、早見学、三笠キャプテンに土方勝だ。ダブルマサルズがね、今回もキーになるんじゃないかな。嘘です。相手は北海道最北端、北の大地。すごいね。もう名前、もうスタートから飛ばしてくるね。宗谷幸彦。宗谷岬ですな。十勝裕二、手稲浩二。いいね。阿寒秀明。富良野徹。石狩真奈。ちゃんと北海道にちなんだ名前の人たちなんだ。今回もレギュラー陣で行くぜ。ってか、レギュラー陣以外では行けないんだけど。どれ。北の大地は俺だも全然大した。北の大地くんは、おっ、阿寒秀樹くんがなかなかやるぞ。なるほど、固めの阿寒秀樹な。覚えておこう。容赦しないぞ大地。もう名前で呼ぶ関係になってるな。行くぞ。体力的にはそんなに断平の体力、あ、やべ、うわ、ジャンボール久しぶりに見せた。お、日浦隆。おっ、てかお前背ちっちゃ。阿寒背ちっちゃいな、おい。もっと背高いと思ってた。さあ、どうだ。日浦のスーパー。ちょっと、ウルトラ。うぅ!忘れた。ん?スーパーショットだっけ?なんだか忘れましたけど。必殺ショットですよ。必殺ショット。陳年の必殺ショット。加速シュート。これが強い。対人最強。あ、何やってんのお前。連携しっかりしろ。あーっと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 。あ、うん、よくかわした。これね、間違って場外に投げることもできるというか。間違って、そうそう。全然関係ない方向に投げることもできちゃうので、そこはちょっと注意しなきゃ。コントロールのミスで。おー、いいね。おいおい、いいのか、そんなんで手加減してる場合じゃないんじゃないか。断平にボールを渡したら最後だぞ。おい、向こうのリーダーの必殺シュートまだ見てないですけど、見たいよね。フラノシュート、違うな、北の大地シュート見たいな。そう、カッパハゲてないか、あいつ。志村さんのズラみたいになってるけど。おらよ。やるね。やるねってか、何もしてないけど。一方的だな、ほんと。やっぱ、湘南で鍛えた。うぅ!
おわー、加速変の字なかなかやるね。あ、来た、必殺技来るか。うわー、氷投げてきた。殺人シュートだ。さあ氷対お前、ちょ真面目にやれ、真面目に。おい危ないぞお前、後ろにいるキャプテンが今危ないことになってた。真面目にやってくれ、真面目に。なんだこいつ、おらよ、いい加減しろ。さあ来い大地、勝負だ。うわ、そうだ、そう来なくちゃな、おら。最後はキャプテン同士一騎打ちよ。まあ、事実上のキャプテンよ、ダンペが。おら、必殺シュート決めてくれキャプテン、おら。おるなマジで。うわ、しゃー、もろ刃の剣、二の太刀でやられた。君たちにはかなわない。参ったよ。初めてちゃんと負けを認めたな。やはり広いな心が。俺たちより強いやつはたくさんいるけど頑張ってくれよな。まあもうすでにカースト的には最下位だろうな、北の大地。第5戦、落日の決戦。前回パワーシュートみたいなのをボールを潰して投げてたって言ってたけど、本当にボール潰して投げてたわ、アニメ見たら。ちょっとやそっとじゃ譲らへんで、分かってるやろな、まさき京都だな。嵐山ズ、いいね。御所まさき、清水寺尾、おじさんじゃないかこれ。河原町夫、八幡博久、山城隼人、佐賀の道夫、宇治茶之助ちょっと待ってくれ、宇治茶之助だけお前なんかいいのか。まあいいけど、あまりそこら辺深く突っ込まない方がいいな、きっと心配に怒られる。いつも真ん中に立ってるメガネの先生にピピッ、それ以上の難癖はやめてくださいって。清水寺尾がすごいな。あれ、清水寺尾の方がステータスいいぞ。体力、防御力は低いけど体力もシュート力も高い。やるなおい。あ、意外に宇治茶之助と山城隼人もやるんだ。目にまぶしてる。なんか嫌なことでもされたのか、一体。殺気に満ちてるな、相変わらず。 Go Fight。いつもついてきてくれるな、この先生は。俺は、あ、やべ、ミスった。お前、そんな、ナメプは良くないぞ、本当に。お前、そんなナメプで勝てる相手じゃないってことが分かんないんだな、この最初の一球で。いや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 。必殺シュート打ってこい、必殺シュート。お、やるな、おい、ただもんじゃねえ、こいつ。あ、あ、なんだそれ。ざけんな、こら。おぉ、こいつやる。やるねえ。ほら、嵐山ズの影のキャプテン。こっちでいうヒューラー的なポジションなのかもしれない。でもうちのヒューラー全然活躍してるとこ見たことねえしな。いや、そんなもんねえ。ヒューラーはまだ活躍してる。うちのキャプテンが本当にポンコツすぎる。本当に球が相手に届かないんだ。うわ、取りづらい。ちょっとお前さ、必殺シュート見せてや。さあ来い。これこれ、まあ、これはまだ優しい方だよな。おい、これがね、結構ゼロ距離に近ければ近いほど、というか近距離に近ければ近いほど、なんか日本語おかしい気がするな。距離が近ければ近いほど結構苦しいシュートなんだけど、なかなかやるじゃん。うー、日浦のスピードボールをいともたやすくキャッチしようとこいつ。なんだこれ。みんなね、カーブシュートはいいんだけど、できればちゃんと当たるシュートの方がいいんだよな。カーブして最終的に当たるならいいんだけど、相手からこう逃げるように球が飛んでくんじゃ意味がない気がするんだが、言ってることわかるかな。わかんねえだろうな、こいつらな。こいつら常識からちょっと外れすぎてる。うおっ、なちょ、だからでも結局今のもそうだけど、避けるんじゃ意味ないじゃん。ボールから避けてくれるんじゃ意味ないじゃん。それを言ってるんだけど俺は。ほらよ、それに比べてこの正統派なまっすぐのスピードボールの方が。おい、バグっちゃっちゃん、なんちゃい、ちょ、カメ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 、わわ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 わ、うーわわわわわ、そぶ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 、なんか嫌な予感する。これどうしよう、これこのまま続けるの続行不可能可能性があるなこれ。いや、ちょ、もう少し続けてみるか。もう少し続けてみよう。実機の、うわー、チャージできない。空中での、うわすごい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 、シュッ、うわー、難しい難しいよ。でも倒せる倒せる。倒したらどうなるか見たい。
うう、あー難しいね、タイミングが全然。お、戻った、嵐山ズだけ戻ったな。俺たちだけなんかこのままだけど何か覚醒が起きたのかもしれないな、これ。おい、てかもうダメだお前、マサル、もうお前ボール持たせない、マサルには。いやもうダメ、マサルとキャプテンはダメだ、本当に控えだお前ら、話にならん、それじゃドッジボールにならないもん。いいね、てか相手キャッチ力あんな、なかなか。おらよ、こいつ宇治抹茶の助だっけ、違うな。おはやるじゃん、マサルにボールを持たすな。まだこっち、まだこっちの方がいい。ちゃんと投げたい、当てたい相手に飛んでいくボールじゃなきゃもう、もう全然ドッジボールにならない。やったぜ、大丈夫これ。あー戻った、参った参ったわ。今優しくメガドライブを撫でた、本当に優しく撫でた今。炎の投球時ドッジ断平って書かれたソフトの上側部分を優しく撫でた。参った参ったわ、今度また勝負しよう。だいぶこうポジティブだね、嫌いじゃないよ。琉球の達人たち、沖縄まで来た、日本横断するな、ずいぶん。こんなところまで来るとは、覚悟はできてるんだろうな。何も訛りがない、沖縄訛りとか知らないんだろうか。最南端図、石垣島かな、だから石垣新、万座浩二、島袋健、久米島哲也、名護雄一、宮古島尾うん、いいよ。世論淘汰、いいね。あ、ちょっと待ってくれ、マサル、お前もう首だ、これ、これマジのやつ。マサルとキャプテンは首、うん、これでいこう。あ、ごめんごめん。ブラジル人みたいな、石垣新、あー、なかなかの、あー、ステータス高いぞ。宮古島尾だけちょっとグッと下がってるけど、うん、レギュラー陣はなかなか強いな。俺たちは見損なのよ、なんか全然こう会話になってない、会話のキャッチボールができないんだこいつら、ドッジボールになってる完全に。全然うまいこと言った気になんないなこれ。うわー、ちょっとこれだな、砂で足がうまく運ばない。うわー、なんそれ出た、あーなるほどね、空中から投げたらこうフォークボールみたいになるけど、地上から投げるとただの緩いボールになるわけだ。なるほど、面白いじゃない。さあ断平決めろ、ほらやるね、いい顔しだ。断平決めてくれ、断平、お、いいよ、日浦でもいい、日浦か断平だな、とにかくこの2人に得点を稼いでもらおう。うわ、つかみづら、ほらよ、キャッチ力はなかなかある、いいね、ほら、うおかしいだろこれ、投げ返せんのおかしいんだ本当は。どっち断平の、断平のこの必殺シュートはボールの炎のマークがあるんだよね確か、うえ、ボールに、んそこに5本の指を合わせて投げることによってボールが燃えてちょっと事故になる的な、確かそんな感じの話だったと思う。小学校でドッジボールが禁止される、あんなシュート打ったらそりゃそうだよ。うわ、普通のシュート、これが怖いね。普通のシュートとあの落差のあるシュート、スピードに落差のあるシュートをこう行ったり来たりというか緩急つけてやられるとかなり厳しいものがある。うーん、威力は弱いな、頭体でかいのにシュート力ねえんだなこいつ。うわー、ゆっくりだったな、随分。これね、初見じゃ無理だよ、初見じゃ無理、誰がどの必殺シュートを打ってくるなんかって、そんなもん攻略本でもないと。ほらよ、これ攻略本作りたいな、攻略本作りたく、うー、自分は投げるにはいいけどお前取るには無理だあれ。うー、ほらやるじゃない、琉球アタックフォーメーション、日浦が狙われた、人が多い、人が多いぞあれ。これはね、この人が投げてくるなら、このタイミングだよねっていうタイミングで B ボタンを連打してりゃいいよって言おうと思ったんだけど、うわ、何これ。はあ、なるほど。一回転シュートね。すごいジャンプ力だな、その人は。宮古島を。うふぅ。ほら。うわ、初めて決まったな。マサルのヘノジシュートが。ターゲットとは違うやつに当たるという、しかもキャプテンを落とすという、うわー素晴らしい。これマサル君もしかしてこれ大抜擢だな、これ
ありえるな。これだってここら辺で投げたら、そうだよね。いや完璧、完璧なんだけど、危ない危ない、断片危ねえぞ。お、下から来るね。おお、こっちから来るか。何？なんだこれ。うん？やるやる、これたまにやるよ俺も。こうやってね、そっくりそのまま返してやったわ。どうだ、負けだ。君たちなら全国の頂点に立てるかもしれないな。あれだな、神奈川の連中はなんかほんとゴミほどなんか言い訳がましかったけど、ちょっと外出たらさ、県外に出たらみんなリスペクトを持ってていいじゃない。日本最強の座はここに、日本最強の座をかけて戦うことになったな。東京じゃないかこれ、都庁だなあれ。俺たちには勝てない、君たちの実力とやらを見せてもらおう。昔都庁に行ってさ、食堂でご飯を食べたんだけど、すごい人が多い中でお味噌汁をこぼしちゃって、都庁図、三鷹隼人、鎌田義郎、四谷学、奥多摩満、築地宗氏、錦糸太郎、三茶勝也、全部一応東京の、一応行ったことがあるのは三鷹、うん、四谷、築地行ったことねえな、錦糸は隣駅だった、三茶、うん、三茶も行ったことあるな。ごめん、くだらないこと言った。ちょっと能力見てみよう。たー強っ、国尾くんじゃん、ほぼ能力高いリーダーを見ると国尾くんって言っちゃうわ。でもそれだけか。鎌田義郎もなかなかだけど、あー錦糸太郎なかなかやるな。錦糸太郎これマジそうか。最後に出てくるな、この一番後ろの人なんだよ。2番目に出てくるな錦糸太郎、サングラスのやつだ。ちょっと注意しとこう。お前たちを倒して日本一になってみせる。呼気を強めるな。まあでもやっぱ少年漫画っぽいよな。これ漫画だったのかな、アニメだったの。アニメでは見てたけど漫画あったのかな。コロコロとかボンボンとかでさ、うぅ、なんその複雑なシュートは。結局普通のボールじゃないか。結局普通のボールであればキャッチできんのさ。お、やるね。パス回しがあれがお好きなのかな。軽快なパス回しを見せる。うっ、ちょっとそのね、でもその変化球もそうだけど、普通のボール投げてくると思わないんだよね。そこがやっぱびっくりするところ。普通のボールが意外に食らっちゃうんだから。お前らなんか華麗に避けるな。おお、銀髪不良どもだなこいつら。うわあ、うぅ、スピードボール、うわー、びっくりした。その緩急が怖い。よしよし、あ、取れキャプテン、それぐらいはやってくれ頼む。あとお茶買ってきてくれ。よし、しゃがんだやつに当たった。うーん、いい球だかな。残念、速い球には強いぞ。微妙な球に弱いんだ俺は。キャプテンいいね、ボール拾いとしてのキャプテンのこの本領発揮してる。うわぁ、角度が悪くて取れなかったよ。キャッチ力なかなかあるなぁ。うわぁ、あいつかわしちゃった、すんでて、うっ、フェイントしてけやと。頂点で投げてくるかなって思ったら大間違い。ほらよ、やるね。山手フォーメーション来た。新宿、池袋、渋谷、終わり。俺の山手線、俺の山手線が終わったよ。あとなんだ、山手線、東京、八王子もう俺はもう終わってるの。ほんとに10年ぐらい関東に住んでたけど、山手線は全然使わなかった。埼京線は死ぬほど乗ったわ。ほら、あと東、なんだっけ、なんだかな、忘れたわ。京浜東北線と埼京線、彼らにはお世話になった。あーリーダーかわいそうに、チンネに、うわチンネかわいそうに。ほら、うちのエース、断平の炎のシュート、さすがサングラスな。おるね、影のエースができたぞ。向こうにも、向こうの影のエース。そしてあいつ震えてんのになかなかいいキャッチ力じゃないか。しかし断平ももう満身創痍なんだよな。うわー、一回転か、ここに来て。いやこれダメだ、マサルはね。うわっ、そえ、あ、やばい、もう消えてた。うわっ、目の前で回転するのやばいなこれ。あ、2回転する、しかも
すごいね。どうやってんの。いやもうキャプテンちょっと、キャプテンすいません、ちょっとボール持たないでもらっていい。まだメガネくんの方がいいわ。メガネくんいいね、キャラ立ってるよ今のところ。この不良グループの中で、まあ、黒髪っていうのはもう完全にもうなんて言うんだろう、モブ要素が強いけど、その中でもなんだろう、個性派、三つ国、三つ雪、ラーダちょっとやべ、雪光か、雪光さんみたいな、いいよ、一生懸命練習して。母さんには多分、家族には、最近学校帰ってくるの遅いけど何してるのって言われた。いやちょっと残って勉強してるだけだよママって、そういうタイプだ。うわ危ねえ、メガネ大丈夫か。うわキャプテン、うわメガネ大惨事じゃないか。この3人でやっていける気がしないんだが、俺頼むぞ。マサルや、ダブルマサルズ、ダブルマサルズの多分長男、いや弟の方が背高いってことがよくある。弟の方だ、体がでかい弟、頼むぞ。よしよしよし、うぅ、なかなか怖いシュートってくるの。わあよく取れるな今の、目の前で一回転される。あ、ちなみになんだけど、これね、頭頂部とかにボールが来た時に B ボタンを押しても、取れないタイミングってあるんですよ。絶対に取れないタイミングのボールっていうのがあって、それがね、実はキャプテンのシュートにもあるんだな。これキャプテンのシュートへの字なんだけど、頂点付近にボールが落ちてくるように投げると、どんな敵も取れないです絶対。まあちょうど懐に来るようだと取れちゃうんだけど、まあそういうのがあったりしますね。だから一回転シュートとかも、こうなんて言うんだろう、一回転のわけわかんないところでボールがちょうど当たるときに来たりすると取れなかったです。お前キャプテン本当にすごい、助走をつけて突っ込んで初めて、もう相手のコートに片足突っ込まないとシュートにならないんだな。おいおい粘るね。じゃあ悪いけど決めさせてもらうよ、俺たちの湘南デストロイヤーフォーメーション。よし、よし、まあこれだけぐだらせた今のあれだな、キャプテンビンタされて当然だ。おらやるなこいつ。一応外野からは必殺シュートは打てないようになってる。どんなに貯めても必殺シュートってない。ちょっとマジでこいつ粘りすぎじゃないか少し。頼むぞキャプテン、決めてくれ。最後はキャプテン、キャプテンのシュートで日本一になろう。お膳立てをしてるんだぞみんなで。キャプテン頼むぞ。おいおい、キャプテンボールから逃げるな。決めてくれ。ほら、必殺シュートじゃないところがキャプテンらしさでもある。君たちの投資には負けた。玉川賞投球部は日本最強だ。こいつが決めたことに誰も異論はないんだろうか。ついに段平は日本一の座についた。まだまだ戦わなきゃいけないようなチームがいっぱいある気がするけどな。それから数ヶ月が経った。おう、何が起きるんだ数ヶ月で。ある日段平の手元に一通の手紙が届いた。それはタイガからだった。タイガくん、浮き石に石を投げてた悪ガキですな。ダンペくん元気かい。ロンドでもスーパードッジは盛んで、世界には僕たちなんか足元にも及ばないチームがたくさんあることを知ったよ。これ左側の絵はタイガにするべきだったんじゃない。どうだいダンペくん、その勢いで世界に挑戦してみては。期待してるよお前。わざわざ留学までしてまだドッジボールやってんのかお前。親不孝もんだそれ。ヒャッホー、ワクワクする話、さすがタイガだぜ。もう全然さ、全然わからん、そのテンションの上がり方も。そして3月、ダンペ残念だが俺たちは卒業だ。お前たち後輩の活躍を期待してるぞ。マサルにマサル、そしてメガネにマサル、そして日浦引退なんだな。ということは6年生だったんだこいつら。投手と根性を忘れるなよ。応援してるぜキャプテン、日浦さん、みんな、俺たち世界一のドッジボールプレイヤーを目指すぜ。見ててくれよな。いやこのチームで日本一になったから、次のチームになったらもう一度日本一にならなきゃいけないんじゃない。でそれから世界を目指すべきなんじゃないか。
大人は思うのでした。次回世界編お楽しみに。